早安。早啊。今天我跟文章来到日本的春水堂。文章以前去台湾有吃过一次台湾的春水堂，日本的春水堂应该是第一次。意外とね、日本の行ったことない。だからちょっと行ってみたかった。あのメニューはやっぱりちょっと違うんですよね。あ、メニュー違うんだ。台湾は卤味っていうものもあって、めちゃくちゃ好きなの私。それどういうものなの？なんか説明しにくいかも。でもプーちゃん今度台湾行ったら連れてあげる。お、楽しみ。那一样先给大家看一下菜单。那现在大家看到的这个呢，是现在期间限定的西瓜果肉茶，第一次看到，蛮特别的。然后因为现在夏天的关系，有出一些季节限定，有盐津柠檬汤凉面，还有麻辣卤肉饭，番茄洛里的九层塔凉面。然后这里可以选 set， 我的话是选一个 set。面饭的单品价格加1200日元的话，会有水饺，还有豆花跟饮料，饮料是可以自己选的，面跟饭也是。然后另外一个呢是加900日元，这个的话就是豆花或水饺选一个。然后带大家看一下面的单品，有豆浆鸡汤面跟牛肉面，还有鸡汤面、柚子盐鸡汤面跟五香汤面。然后有一点辣的汤面呢，有麻辣香菜担担面、麻辣排骨担担面。拌面的话有麻辣担担凉面跟炸酱面。然后台湾的饭有卤肉饭跟鸡肉饭，我跟文章就点两个饭。嗯，俺とルーちゃんどっちもご飯にしたね。そう、なんか今日はご飯の気分。ね。然后是夏季限定到8月31号的草莓刨冰豆花，这个看起来很好吃。然后是一般的豆花，一般的豆花呢可以自己选要加什么料，一个料是50块日元，有珍珠、芒果、草莓、红豆、爱玉跟花生，然后有黑芝麻汤圆。如果还吃得下的话，我要点这个跟文章一起吃。还有黑糖绝饼，然后是咸豆浆，还有轻食。轻食的话有粽子、肉包、水饺，还有虾饺，还有小碗的豆花跟小碗的爱玉芒果。饮料的话，这部分应该跟台湾差不多，就是有各种珍珠奶茶，还有铁观音珍珠奶茶。我点的就是铁观音珍珠奶茶，那文章点的是爱玉铁观音柠檬茶。是讲完呢，爱玉初めてじゃない？大丈夫かな？台湾の夏と言ったら爱玉ですね。哦，じゃあちょっと台湾の味を楽しみましょう。然后最后还有台湾茶，台湾茶话有很多种类，可是我们两个今天就没有点。我们两个点的茶来了，我的是铁观音珍珠奶茶，文章是爱玉铁观音柠檬茶。飲みます。楽しみ。好きなのかな？お、美味しい。ゼリーだね。しかもなんかレモンティーもそんな甘くないね。飲みやすい。美味しい。然后是我的珍珠奶茶，超好喝。美味しい。安定してる。どっちの方が好き？タピオカミルクティーかもしれない。ねえ、アイユかわいそう。基本的に好きだからさ、タピオカミルク。结果因为我比较喜欢喝爱玉，我就跟文章交换了。就是爱玉铁观音柠檬茶，文章呢是珍珠奶茶。哎呦。飲んでるみたいじゃん。じゃあ私もやってみたい。すごい、めっちゃタピオカ入ってる。私もめっちゃアイユ入ってる。いや、他の店は結構甘さとかね、いろいろ選べるけど、ここは固定なんだ。うん。でも文旦はね、台湾料理好きって言ってくれて本当良かったと思う。本当最近ハマってんだよね。毎週食べてる。文旦点的卤肉饭来了，还原度还蛮高的，卤肉还有酸菜。これ多分普段好きじゃないと思う。嗯，多分苦手。还有青江菜跟一颗蛋。这个蛋不知道是半熟蛋还是什么蛋，等一下叫文章吃吃看。然后文章还另外点了一个虾饺，好小可爱，好小可爱。还有另外一副虾饺的酱油，太冻。啊，柔了快。啊，美味しそう。吃完啦？还没吃啦。嗯，めっちゃタイプ。美味しい。味めっちゃ染み出て、角の味もちょっとしてめっちゃ美味しい。これ美味しいね。ご飯めっちゃ進む。未来试试看。めっちゃ美味しい。我来试试看，试试完全是台湾的味道。台湾。美味しいよね。嗯，文章的卤肉饭超好吃。美味しすぎてびっくりした。ね、俺も正直超びっくりした。美味しい。これ台湾の味よ。好吃。它这个肉啊，超嫩超软。噛んだ瞬間に溶ける。ネギと一緒に食べると美味しいの、めちゃくちゃ。めっちゃ好き。私も美味しすぎてさっき。二口いったよね、ルーちゃん。俺びっくりしたよ。现在文章来试试看这个蛋，不知道蛋是长怎样。この硬さ的には出来上がってるやつだと思う。なんかトロトロじゃないと思う。卵博士みたいな話さないでよ。ちょっと半熟だね。うん。こんぐらいが一番美味しいと思う。
味もしっかりついてて美味しい。我的鸡肉饭也来了，天哪，他们卤肉饭完成度这么高，鸡肉饭应该完成度也是很高。那我另外呢还要点三个胡麻水饺，还有小豆花。豆花等一下再吃，现在吃吃看鸡肉饭。那鸡肉饭的话呢，也是鸡肉碎丝，还有葱跟油葱，还有酸菜。我来吃吃看鸡肉饭。很有鸡肉感啊。鸡肉饭的话没有那么台湾，卤肉饭比较台湾。没有台湾。好吃是没那么像。台湾料理でこれついてくるとなんの？なんか台湾ほとんどついてるよ。ね、ついてるよね。清江菜的一个。ね、私これ結構好きなんだよ。鸡肉饭的肉有点太少，因为它的那个酱啊，没有卤肉饭那么多。刚过来蛮想吃白饭的。最初ルーロー飯食べた時さ、ちょっとお肉少ないなって思ったの。でも味がしっかりついてるから、ちょっとの量でもめっちゃご飯いくの。いいね、羨ましい。私も味玉食べよう。味玉美味しいよ。味玉すごい味染み込んで美味しいね。ね、美味しいでしょ。ね、日本の春秋丼も美味しい。だから有名なんだね。このルーロー飯マジで毎週食べに来てもいいぐらい美味しい。これ台湾の味よ。美味しい。台湾はもう一つチェーン店のルーロー飯めっちゃ好きだから。そういえば台湾でさ、春水堂行ったことあるじゃん。その時に俺初めてタピオカミルクティーっていうものを飲んでみて、美味しかった今思い出はある。それでかすぎてびっくりした。そうそうそう。で、あれから俺、あ、タピオカミルクティーってこんな美味しいんだみたいな思った。我们当卤肉饭除了酸菜以外都吃光光。吃完啦。还有酸菜。再讲，后面点。啵啵啵啵啵。啵啵啵啵啵。好吃。好吃啊。好吃就好。好吃，好吃。プリプリエビ餃子いきまーす。虾饺。美味しい。好吃。でも好吃。那我也来试试看我的胡麻水饺。水饺，我想要水饺。胡麻水饺比较好吃。然后是我们甜点的豆花，因为我点的是 set 的关系，我们这个呢是比较小碗的。如果说点一般一份的话，应该比较大碗一点。那这个豆花呢，里面除了豆花之外，还有珍珠。虽然是小碗，可是它里面其实豆花的量还蛮多的。其实一整套吃下来还蛮饱的。那我就来吃吃看这个豆花，给大家看看它的味道是不是我熟悉中的豆花。他们一说那个都味付けが違う。它这个豆花不是搭一般的糖水，应该是搭有茶味的糖水，所以吃起来味道跟一般习惯不一样。日本现在很多店都是有在卖豆花，它们吃起来都很像布丁那种口感，就不是真正的豆花的感觉，但是春水堂的豆花，它就是豆花，只是它搭配也不是一般糖水，所以吃起来不一样。但它的豆花是真正的豆花，一开始吃的时候吓到，现在一吃之后觉得习惯，很好吃。所以讲豆花10点满点就いくらぐらい？8。啊，高いね意外。美味しいよ。あルーロー飯10だ。今年最想吃的是台湾的凉面，市场传统那种凉面，不然怎么找都没有一样味道的。回台湾第一样想吃的就是凉面锅贴。Hello， 大家，我跟文章现在已经吃完出来了，吃完啦，美味しかった。ね、美味しかった。ルーロー飯ね、特に美味しくて、味がね、しっかり染みてて、しかも八角もね、しっかり味ついててね。啊，你家没吃过饭，你要拿。我也觉得文章卤肉饭很好吃。我鸡肉饭说真的，我觉得还好。然后我们两个到后来还开始查台湾的春水堂有什么菜单，日本的 menu 还是没有台湾那么多，就蛮可惜的。可能因为卤味那些食材在日本没有那么好找，所以就没有。那日本的话，就是只有日本才有的一些菜单这样。今春水堂食べ終わって近くのね。日用品買うところで日用品買いたいと思います。私ふーちゃんとこういう休日があるだけでなんか幸せなんだよね。休日一緒にねいることだけで幸せだよね。そう、食べたい台湾の食べ物食べに行ったりとか、台湾に帰れたら何をしたいのかを話すのが好きなんだよね。そうだね、いろいろ想像するのは楽しいね。等等，我们两个回家了。回家啦。回家啦。我们两个今天只买了一样东西回来，就是噔噔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 噔。ポッツプロです。見えますか？見えます。ようやく買いました。ずっと欲しかったです。おお、よかったね。やっぱりちょっと高いから私にとって、なのでずっと欲しいと思うけど我慢してる。今回はようやく購入しました。もう本当通勤時間とかあのネットフリックスとか音楽とか聞きたいので決心をつけて買いました。おお、後で設定は私がしますので。ありがとう。マサがやってくれると思わなかった。ありがとうございます。私もようやく文旦と一緒に通勤時間とかを活用できるような人間になりました。明日から使いたいと思います。耶！那今天这个影片就这样子啦，谢谢大家今天看我们的影片，今日も見てくれてありがとうございます。那我们就下次影片再见，大家再见，拜拜。拜拜。
君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り